こんにちは、速化塾のです今日はですね、50代の方にお勧めする投資の考え方についてお話ししようと思いますえ。仮にですね、想像していただきたいんですけども、今、当たれば100倍になるよっていうふうな投資の案件があったときに、あなたはどうするでしょうか、まあ、そうですね、手元に100万円あるとして、当たれば100倍になるよっていうふうな投資案件が舞い,も舞い込んできたわけなんですよ。どういうふうに考えますやめときますかそそれともその100万円を 投入して、一か八か、一億になるか、ゼロになるかって勝負しますか私の考えはこうなんですよ。その100万円を一発でかけちゃうと、ゼロになるリスクがある。投資ってのは、ゼロになるリスクを避けることからリスクヘッジが始まってきます。つまり、危険予防ですよね。ということは私はね、100万円を100分割して、1万円の100トライって考えるんですよ。で、その1万円で100倍になるかどうかを、 まず最初にかけていきます。一発目で百倍になったら、元金の百万円と足して、二百万円になるわけですから。これはこれで万々歳でしょ次は、二百万円の一パーセント、つまり二万円で、同じ勝負をします。こういったことを繰り返していくんですよ。そうすると、全損って言って、資金を全部一発でなくすってことは、なくなるわけなんですよ。でも。 ほとんどありえない話ですけども、負け続けて負け続けると、この方法でも100回連続で負けっていうのがあります。しかし、ものすごく少ない確率での負けですよね。まあこのように、資金がなくなってしまうことっていうのは確率は低いけどありえるんですよ。ですんでリスクヘッジってものが必要になってきます。あとはロスカットって言いまして、どこで撤退するかですよね。で、私の場合でしたら100分割した1万円が20回から30回負けたあたりで、この辺でやめておこうかなと。 いうふうに考えて残りの七十万円余りを残すという決断をすると思いますさあそれではね FX にことを移していきます FX の理論とか理屈は全く知らなくても大丈夫です FX っていうのはドルと円を買ったり売ったりするわけなんですけども買いでエントリーしてつまり買いで勝負して本当に買いの方向に動けば資金は増えていきますでも買いの方向で考えていたけども逆に売りの方向に現場が進んでいくと それは損してなくなっちゃうってことになるんですよ。で、これを単純にさっきの考え方でいくと、リスクリワードって言います。勝ったらいくらになる、負けたらいくらになる。この関係をリスクリワードって言うんですけども、仮に FX をやる場合に、リスクリワード1.2というふうな設定をしたとしましょう。これは、1万円が2万円になるか、1万円が0になるかって勝負をするってことになります。どうでしょうかね、これ。一発目で、 ななくなることももありますけども2回続けたら結局はプラマイゼロになるっていう期待値確率の話になりますけどもそれは見えてきますよねこれを日々繰り返していってしかもこの期待値を上げるために実は奥の手があるんですよ。それがテクニカルという技術です。テクニカルという技術を学ぶことによって単純な2対1のリスクリワードの超反爆地を実は確率を5分5じゃなくて6対4に傾けていくことができるんですよ。 そうすると10回中6回勝って10回中4回回回中中6勝っって、て4負けるっていうバランスになってきます。これを進めていくと100回勝負する中で49回は負けるけども51回は勝てるよねという形で差額の2割の分だけお金が増え続けるという形を作ることができるんですよ。ですのでコツコツとこの方法を繰り返していくと資金は徐々に増えていって。 増えた部分でまた同じ勝負をするから増え方がどんどんね傾きが激しくなっていって資金が増えた時の資金の増え方っていうのがまた派手になってくるんですよ。1万万円円が倍になって2万円と同じ理屈で100万万円円が倍になって200万円ってていう考え方ですよ、ね、ですんで資金が増えれば増えるほどこれは福利の法則っていうんですけども FX でたとえ最初はわずかな勝ちでも同じ方法で飛躍的に二次曲線で勝つことができるってことになります。 ですので経験を積めば積むほど勝ち方っていうのはねものすごくこう傾きを増して一気に稼げるようになるんですよねところがですよここに人の心理が入ってきますせっかく儲かったお金だからちょっと確保しておきたくなるんですよそしてリスクをなるべく取らないようになってきます最初はリスクリワード1につまりは1万円がなくなるか2万円になるかっていうふうな倍になるかゼロになるかっていう勝負をするわけですけども今度は考え方が変わってきてですね ななくっっても1万円が千円がぐららいいいに減るんだったらいいよその代わりこの1万円が2万円とはいかないと1万2,000円ぐらいにならないかなっていうふなこういうふな勝負になってくるんですよ。全体の資金量が増えていくわけですからこういうふうにしても例えばね100万円が99万になるかそれとも100万円が110万になるかっていうふなこのバランスになってくるんですよ。ですんでリスクを最小限に抑えて金額だけは上積みしていくって形になるんで実はね始めた頃の方がもしかしたら。 金額の増え方は凄まじいかもしれません。で、率って言うんですけどもね、率は高いかもしれません。でも資金が増えていくと、率を落として額を取るような考え方に変わってきます。実はこういう風うにフェーズに合わせて考え方や判断を変えていくっていうのも、FX の投資の技術なんですよね。 まあ、そういったことも込みで、FX オリガルヒでは皆さんに、えー、お話を進めていくことになっております。す、え、で、ー、に講義はね、30講義、Q&A も同じぐらい溜まっていて、コンテンツは半年分しっかりと詰まってますので、この FX オリガルヒ、令和5年1月1日からスタートしましたけども、こちらの方、プレセールで24名の方にご購入いただきまして、えー、価格は現在49万8000円になっています。高いなぁと思うかもしれませんけども、 生涯でお金の問題解決ができる道が50万円で買えるとしたら逆に安いというふうに思えるかもしれないですよね例えば小中高大学と進学した方金額にして1,000万2,000万というお金を費やしたはずなんですよでも毎月もらえるお給料っていうのは20万とか30万そしてこの給料っていうのがすごく不安定な時代に入ってきました中には私たちロスジェネダイズじゃないですけども大学を出るまで投資したのに全く回収できないようなものすごく手取り14万みたいな仕事しか選べないっていう方もいらっしゃるんですよね いいいやででも仕事があればいいですよ。私たちの年代の半数は非正規としていわゆる継続的な安定した仕事がないまま50代に突入しちゃったわけなんですよ。もう数年後には老後が待ってます。働くっていう意味で感じますともう逆転はその世界ではできないんじゃないかなと思うんですよ。あとは起業するのか投資をするのかっていう選択肢に迫られてくるわけですけども今回お話した投資の考え方をもっとすれば投資の世界に入っていくのも そんなに不利な状況にはならないんじゃないかなと思いますね。まあ皆さんはどれにお感じになったでしょうか。もしね、私の運営する FX オリガルヒ、こちらの方にご関心があるようでしたら、お問い合わせをいただければと思いますが、その他にもね、ビジネスで、企業でなんとかしていきたいっていう方には、私の運営している10年目以内の速可塾というね、インターナショナルビジネインターナショナルじゃない、インターネットビジネススクールですか、こちらの方がありますので、こちらの方にお越しいただければと思います。それぞれお問い合わせの方、下の概要欄にね、メールアドレスつけてますんで、こちらの方からどうぞ。 それでは失礼します。